背中が折れてる背中に突き刺さるほど苛立ちまみれ知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日のは掃除が大変そうだと笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにぐるぐると笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すら出てない。ある日は頭に矢が刺されたりグングルで銃が耐えたり何個の着ぐるみか死んでた時はどじめようかと思った。後片付けも結構大変で湯が持ち乗りを洗ったり矢が刺さったまま晩ご飯作るのは完璧してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子にもいいから出てるだけするで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣くとかして海に見たりしたのに。結婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのはあの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待てる妻の演技に不幸とか僕ら二人の愛の形ならばそれかそれで足りたの。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日はどんな死に方しているのか期待してかけ